で、こうやって火を起こす最初の火種を作るということでやりたいと思いますので、で、歌詞を本当は最後は覚えてみんなが歌いながら踊っていくっていうイメージを持っておいてください。歌いながら踊ってね。どんな思いでこう踊っていきたいかっていうのはあります。テーマがあります。それをみんなに振り付けを覚えてもらいながらそのテーマも知ってもらって、右手は心、左手はブラスエガルですよ。まあ、こういうのは常に言うかなと思って。そう、言わずにいろんなポーズでね、いろんなポーズで言ったらPeace, I wanna peace 2回意味わかる。平和が欲しい、平和が欲しい、私は平和が大好きですっていう歌が入りますから、はい、でね、これはね、手首ちょっとこんな感じにしようか。はい、ね、こうスライドします。で、このスライドしてピース貼ってみましょうか。ピース、うん、こうやってイエーイってやるけど、これ離れていっちゃうんですよね。だからもうくっつけちゃうんです。はい、大腸、大腸、これインディアのね、州長を教えてくれたんですよ。わなピース、あのわなピース。こう張ってた。わなこう来て、わなピース、あのわなピース。はい、手を合わせてください。ここまで行こうか。カドカドロロンザンで、こうで一回回してシュパッと刺したら歩いて、はい、左足パスで、はい、内側にね、こうララララララタタタコンコンジャ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 ンジャンジャン、ドンドン、あー、そうそうそう、こういう感じ。ですね。で、ハートにこう持ってきて、こうジュンジュンって持ってきてください。たら、ラララ、あズンダダ。I wanna
では1、2、タタタンで、タタキで、この時にね2、タタタンパン、これ僕らは、うん、やってきた。ってなったらそのタイミングみたいになったら採用していきますので、ちょっと一回やってみようか。はい、ちょっと一生懸命ガーンと踊ってみてね。もうね、ずっとね、やりたかったんだけど、こう、本当にタイミングが合わないとね、こういうのってスタートが不思議とできないですね。で、ずっとね、音楽を聴きよったんだけど、やっぱり浮かんでこんのよね。で、去年のよさこいの時もそうやったけどね、あの振り付けの現場でやらんとね、なかなかいかんのよ、振り付けって面白いことにね。で、やっぱり今日これでみんなとやれたっていうのが大きかったなと思います。で、これが火種やから。で、ひょっとしたら変わるかもしれない変わるかもしれんけど、この火種を私いただきましたんで、これからいろんなスタジオに回った時にちょっとずつ進めたりとか、で、また高知に帰ってきた時に2月3日、忘れないで、すべては繋がり、繋がってゆく。この島に生まれた命だから。